こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン、イングランドプレミアリーグ第7節延期分、クリスタルパレス対マンチェスターユナイテッドの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。クリスタルパレスのホームでありますセルハーストパークで試合は行われました。クリスタルパレスはビエラ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーグアイター、フォーバック右からクライン、クリス・リチャーズ、グエイ・ミッチェル、ダブルボランチにシェイク・ドゥクレ、ウィル・ヒューズのダブルボランチに右にオリース、トップ下エドゥアール、左にザハ、ワントップマテタというような形になっております。で、対するマンチェスター・ユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーデヘア、フォーバック右からワン・ビサカ、バラン、リサンドロ・マルティネス、ルーク・ショー、ダブルボランチカゼミロ、エリクセン、右アントニー、トップ下ブルーノ、左にラッシュフォード、ワントップに新加入のベホーストというような形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア1-1の、ドロー決着という形になりました。マンチェスターユナイテッドからすると、延期分のね、1試合未消化の、試合だったので、この試合に勝利して、マンチェスターシティもそうですけれども、アーセナルに対して、しっかりとプレッシャーを与えた中で、次のね、アーセナル戦を迎えたかったんですけれども、終了間際の、オリースの、見事なフリーキックが、突き刺さりまして、追いつかれてドローと。クリスタルパレスからすると、内容が非常にね、良くなかったんですけれども、サッカーっていうのはね、こういったことが、起こるスポーツですから、見事なフリーキックを決めた、これはオリースを褒めるべきではないかなというふうに思ってます。では、内容の方に触れていきたいなと思います。まずはクリスタルパレスからいきたいなと思います。まずですね、パレスなんですけれども、パトリック・ビエラが監督になってから、ボールを持つこともそうですし、カウンターを行うこともね、もちろん大事にしていると思うんですけれども、今日の試合に関しては、マンチェスター・ユナイテッドが基本的に、前半は特にですけれども、ボールを握って、ゲームをコントロールするっていう、流れが来ておりましたので、ある程度縦への意識、特にマテタに対して、ある程度ロングボールも、蹴り込んでいって、そこでボールを収めて、展開を作っていきたいっていう狙いが、前半は特にありました。ですけれども、マンチェスターユナイテッドは当然ね、最終ラインにそういったところで、出足が鋭くて、ボールを奪えるタレントがしっかりと揃ってるんで、しっかりと、読みを利かした中で、それに対応してくるので、前半に関しては、効果的な攻撃をほとんど行うこともできてなかったですし、両サイドバックが、状況によっては高めの位置まで上がったりするんですけれども、ボールを保持するっていうところにこだわりを持つのはいいんですけれども、それが目的になってしまっているのが今のパレスなんですよね。やっぱり目的はやっぱりゴールを取ることで、前進していくためにこだわりを見せていくべきところなので、やっぱりどういうふうに、流動的な形と可変式っていうのをうまく用いた中で、自分たちの個性と相手にとっての、ウィークポイントっていううまくついた中で、前進していくっていう形をやっぱり準備できないと、内容も伴ってこないし、選手たちの心もやっぱり引きつかれていかないので、ビエラは、ボールを持って、パスをつないで、前進していくっていうサッカーを、多分ぼんやりとは多分考えてるんでしょうけども、こういうサッカーをしたいっていうのは思ってるんでしょうけれども、僕はね、ビエラがね、監督になった時も言いましたけれども、ある程度そういったところにこだわりを持つのはいいんだけれども、やっぱり前進するための形を作れなかったら意味がないので、それはね、バーンリーのコンパニーにも言えることなんですけれども、いくらチャンピオンシップでボールをつなげる言うても、ユナイテッドとの試合の中で、ある程度やっぱり人の質っていうところで助けられるところはあったんだけれども、うまくズレを行ったりとか、可変式を用いたりとか、相手のプレス的に、かけてくるプレスに対しての対応っていうのをうまく作っていたわけではなかったので、コンパニーの方が多少ながらね、もう少しこうサイドバックが高めまでいきなり上がりすぎないとか、多少リスクを考えたビルドアップはコンパニーの方がするかなと思うんだけど、
まあ、ビエラはその辺でちょっとこうボールを持つっていうところにこだわりと攻撃を仕掛けたい、まあ、アーセナルでもともとやってた人なんで、まあ、美しいサッカーって言われたね、まあ、サッカーでリーグ制覇してる人ですから、まあ、そういったことを行いたいっていうのはもちろんわかるんだけれども、やっぱりボールを持って前進するっていう形にこだわるっていうことになると、やっぱりカウンターベースのサッカーよりも細かいことにやっぱりこだわりを持って作り上げていかないと、構築していかないと、でそれに対してちゃんと選手が理解してプレーを行ってくれるようになっていかないと、やっぱり組織として機能しないので、だからマテタに対してボールを蹴り込むのは別にいいけれどもね、まあ、マテタはまあフィジカル的にも強いしっていうところはもちろんあるんだけれども、やっぱりそこでボールを収まらないからといって、まあ、じゃあマテタが悪いかって言われたらやっぱそういったわけではないしね、まあ、そういったところを、まあ、チームとして、まあ、作り上げていく必要があったのかなと。で後半に関しては、まあ、ユナイテッドが結構簡単にボールも失ってくれるし、まあ、リスキーな判断も取ってくれるし、もう無理に縦に急ぐ攻撃をユナイテッドもしてたんで、まあ、そこでボールをうまく回収できて、まあ、ショートカウンター気味の攻撃をね、まあ、行えたりとかはしてたんですけれども、これに関してはあくまで自分たちでっていうよりも、まあ、ユナイテッドの選手たちがちょっとこうテンパるというか、ちょっとこうボールをつなぐっていうところにこだわりを持っているはずなんだけども、こう大事にできなかったっていうところもあったんで、まあ、相手ありきでちょっとこう、うまくいった瞬間もあって、最終的には、まあファールになって、まあ、決め切ったのはあれはもうオリースの力ですけどね、まあ、そういった形だったかなと。で守備に関しても先ほども言ったんだけど、サイドバックがこう中途半端に上がるんで、その背後のスペースっていうのをユナイテッドはやっぱ効果的に使ってましたし、まあ、ブルーノが飛び出したりとかラッシュが飛び出したりとかして、うまくその背後を使った中で一気にね、ラインを押し上げて、素早い攻撃もユナイテッドは仕掛けられてたんで、まあ、だからそこのリスク管理をもう少しするべきだったかなと。あとは、まあ、プレスをかけに行く時の連動性が、まあ、とにかく低いということ、やっぱり組織として機能してないのが攻守両面においてもうところどころに見えすぎてるん でそこで人の質に頼って難しい状況でパスミスしたりとかするんで、現状チームの流れがすごくこう良くないというか、今日の試合を見ていると、いやパレス大丈夫かなと。今現状確か12位かそれぐらいの順位なんですけど、格上のチームに、まあ、今日のユナイテッドとかだと、まあ、格上でなおかつ今調子上げてるチームなんで、まあ、オリースが見事なフリーキック決めたからどうにかなったけど、勝ち点1取ったっていう結果になったけれども、まあ、組織として、まあ、ユナイテッドも弱点ないわけではないですからね、まだ荒削りなところもたくさんあるわけなので、まあ、そういったところを組織としてつけるだけの、まあ、構築っていうのを、まあ、ビエラがこだわっていれば、まあ、長い期間ね、やっている中で積み上げていれば多分やれた可能性はあるんじゃないかなっていうふうには個人的には思うところはたくさんありましたかね。はい。で、対するマンチェスターユナイテッドですけれども、まあ、なんといってもね、まあ、ベホーストが、スタメンで使われたというところで、私もやっぱり彼にね、まあ、注目して、まあ、試合の方を見ておりましたけれども、まあ、カスヤさんもね、まあ、おっしゃってましたけれども、まあ、基本的には、まあ、加入して間もないので、まあ、お互いの特徴を知るっていうところで、まあ、まだ時間もそこまで使ってないのでね、練習もそんなにたくさんできているわけではないので、まあ、うまくパスが噛み合わなかったりとか、まあ、意図が噛み合わなかったりとか、まあ、やってきてたサッカーの違いとか、まあ、いろんなところがあるわけなので、まあ、致し方ないかなと。まあ、合わないっていうことは、まあ、スターターよくあるし、まあ、練習もそこまでやってないっていうこともね、まあ、先ほども言いましたけどあるんで、まあ、ここは仕方ないと思ってます。ただ、まあ、彼に関しては、まあ、ポストもそうですし、まあ、フリックのところもそうですけれども、まあ、うまく起点を作ることもできるし、ターゲットにもなれるし、でまあ、スピードはね、まあ、そこまであるわけではないんですけれども、まあ、大きなストライドを使ってしっかりと前線にも走り込むし、得点を取った、ブルーノの得点につながったシーンとかも、ベホーストがしっかりとね、深さを、取ってくれて、それに対して相手がね、ついてきたっていう形でブルーノがフリーになって蹴れてるわけなので、まああいった動きを、まあ、できるのと、あとはやっぱり高さがある分相手も相当警戒するので、まあ、その辺で、まああいった仕事ができる、なおかつまあ守備のところでも、まあ、前線からのハードワークも伴えるっていう選手なので、まあ、今日はねまだしっかりと噛み合ってないところとか、まあ、彼の特徴が全て見えたわけではないと思うんだけれども、
まあ、練習を行っていって、まあ、チームに慣れていって、まあ、時間が経過すれば、まあ、おのずとフィットしてくると思います。マンチェスターユナイテッドの選手たちも、まあ、エリック・テンハグのサッカーにやっぱり慣れていくのに、やっぱり多少ながらやっぱ時間かかったじゃないですか。まあ、今もまだ完成形ではないんだけれども、やっぱりこうある程度ね、ざっくりとした形が出来上がってくるまでに、まあ、ある程度時間がかかってるわけなので、まあ、ベホーストはね、まあ、頭もいいし動きの質っていうのもすごくレベルが高いので、まあ、問題なく即フィットしてくれると思います。まあ、マルシャルとね、まあ、争うことにはなっていくと思うんだけれども、まあ、今日の動きの質だけを見ていると、まあ、マルシャルよりかはオフ・ザ・ボールの質は圧倒的に高いですね。はい。で、まあ、チームとしての、まあ、話になるんですけれども、まあ、今のユナイテッドは、まあ、まず縦への意識もある程度しっかりと持っているので、まあ、うまく縦関係を使ってこうちゃんとボールを受ける落とすっていう人と、まあ、その落とすものに対して前向きでちゃんと加速した中でボールを運ぶっていう状態をうまくその組織として作ってるんで、低い位置からでもある程度ボールをつないで、素早い攻撃っていうのを、まあ、仕掛けられるようになってます。これは今までだと、まあ、ブルーノだったりとか、もうボールを蹴れる選手がもうスペースあるところにボーンと蹴って、まあ、そこに抜け出していくラッシュに合うか合わないかみたいなとか、まあ、そういったことが多かったんだけど、うまくその近い距離感の中で、まあ、選手がちゃんとね絡んでくるのと、まあ、そこに立ちすぎない、ちゃんと動いて出てくるとか顔を出すタイミングとかもちゃんとね頭を使った中で動ける選手っていうのが、まあ、エリクセン、カゼミロ、ブルーノと、まあ、中央にしっかりと揃っていることで、まあ、そういった加速した攻撃っていうのも行えるようになっていると。で、まあ、今日もね、4バック化と、まあ、3バック化の、まあ、両方、まあ、併用したような形で、まあ、ビルドアップしてましたけれども、まあ、ある程度ボールを持って、まあ、相手もね、先ほども言いましたけど、まあ、プレスと、まあ、ミドルブロックのところでうまく連動できてないので、まあ、ミドルで構えたらある程度できるんだけどね、相手は。なので、ある程度こうプレスがいなせるっていう状況なんで、ボールはほとんど運べてたんですよ。ほとんど難しくなくね。ただ、運んだ先で、まあ、先制点につながったような形の、まあ、ニアをね取っていくようなランニングっていうのをもう少し増やしたいっていうのと、もう少しやっぱり左右に振って相手のブロックを広げる、攻め切るっていうことと、まあ、攻撃を仕掛けるっていうことは全然悪いことではないんだけれども、まあ、今のバルセロナとかもよくあることなんだけれども、サイドに入ったらそのまま仕掛けに行ったりとかすることが、まあ、ユナイテッドはまあ時折、まあ、あるので、まあ、左右に振るって言ってもただ単にこうショートパスつないでいくっていうだけではダメですよ。まあ、一個飛ばしのパスがそこに入るとか、ちゃんと動きが伴った中でそれでもダメだっていう中でやり直すとか、まあ、そういったことをちゃんとこうチームとして組織として、回数を多くできるようになっていけばいいのかなと。ゴール方向に目指すっていう意思はね全然悪いわけではないんですけれども、やっぱり難しい状況でもちょっと仕掛けに行き過ぎたりするのがあるのが、まあ、今のユナイテッドの、まあ、アタッキングサードラストの局面での、まあ、課題になるので、まあ、そこはもうこれから、まあ、テンハグがしっかりと、まあ、やっていってくれれば、まあ、問題はないのかなっていうふうには思ってるんですけども、はい。で、守備に関しても、まあ、しっかりと前からのプレスで制限もかけれてましたし、まあ、ミドルブロックもそうですし、低いラインでの、まあ、ブロックもある程度機能してたので、まあ、良かったと思います。ただ、まあ後半に入って、カウンターベースになっていくっていう風になった時に、まあ、カウンターベースというか、まあ、ちょっとね縦への意識がちょっと強すぎるがあまりに、うまくその近い距離感で連携が行えないけれども、無理なパスを選んだりとかスペースへのパスを選んで簡単にボールを回収されて自分たちの守備の時間が増えたりしてるのは、まあ、ちょっと気になったので、まあ、個から守、守から攻っていうところで、まあ、切り替えっていうところはユナイテッド非常にレベルが高くなってはきてるんだけれども、やっぱり自分たちがゲームをコントロールするっていうところを考えた時に、まあ、もう1得点取って、まあ、相手のその心っていうのをね、まあ、追って、まあ、完璧な勝利として、まあ、次のアーセナル戦を迎えたいっていう気持ちがあるのはもちろん分かるんで、もう1得点取りたいっていう気持ちは分かるんだけれども、まあ、前線に特にベホーストがいなくなったりとか、まあ、ラッシュフォードが真ん中にいたとしても、まあ、動きのところでね、まあ、あまりたくさん行ってるわけではなかったので今日の試合とかだと、ってなるともうそれだったらボールをね、まあ、ある程度大事にして、まあ、ユナイテッドはボールをつなげるチームだし、なおかつ先ほども言ったけどパレスはそこまで連動してないので、まあ、必ず外せると思うのよ、今日の相手のクオリティだったらね、だったのでその辺大事にしてくれてたら、あのフリーキックのシーンまでには繋がらなかったかなとは、
個人的には思ってますかね。はい、だからまあユナイテッドからすると、まあ、組織として、まあ、あまり機能してないこういったチームに対して一得点のみで終わったっていうことが、まあ、課題なんですよ。まあ、こういったチームに対してしっかりと2点3点っていう形でもう言うたら自戒してるじゃないですか、相手は。なので自戒してるチームにしっかりと結果でもダメージを与えるっていうことができるようにならないと、まあ、厳しくなってくるし、特にアーセナルとかマンチェスターシティっていうのはこういった相手に対してしっかりと勝ち点を取ることができるようなチームなので、まあ、ここを追い越してなおかつまあプレミアリーグのタイトルをっていうことを目指していくので、まあ、そこをやっぱ付け加えていきたいなっていう感じですかね。まあ、組織としてもう少しレベルアップしていくっていうのと、まあ、人の質っていうのをもう少し上げていくっていうところ。やっぱりまあカゼミロがね、まあ、最終的にイエローをもらっちゃって、まあ、次節のアーセナル戦欠場なっちゃったじゃないですか。もう正直めちゃめちゃ痛いんですよ。まあ、マンチェスターユナイテッドのね、まあ、サポーターの皆様同じことを思ってる方多いと思うけれども、まあ、アーセナルなんて今組織としてめちゃめちゃ機能してて、なおかつ攻守両面においての、まあ、あの一体感というか、まあ、方向性っていうのがしっかりとしているチームなので、まあ、個としてもそういったものに対して崩壊を、見せつけるというか、崩壊するようなことをできるというか対応できるっていうような、まあ、カゼミロがいなくなったのは正直めちゃめちゃ辛いので、ちょっとまあアーセナル戦ちょっと大丈夫かなと、まあ、よりちょっとカウンターベースの、まあ、サッカーになっていくのかなっていうふうにはなるんだけれども、まあ、例えばマクトミネで行くのか、まあ、フレジネ行くのかっていうのは、まあ、テンハグの、采配、まあ、起量にもよるけれども、まあ、さすがにちょっとマクトミネではカゼミロの役割は全ては多分できないので、もう彼はもう完全無欠の唯一なので、まあ、マクトミネがもうスーパーハイパフォーマンスみたいなものを見せてくれたら嬉しいけれども、まあ、ちょっとどうなるかは分からないですね。だからまあそうだな、まあ、あとは組織として、まあ、少しずつこう成長していっている今のユナイテッドは、まあ、人の質っていうのもしっかりと加えてきてるんだけれども、まだ完成形ではないじゃないですか。もっともっと、まあ、いわゆるベンチ層っていうのもしっかりと厚くしていって、なんだったらもうカゼミロをね、もうアーセナル戦からスタート使うんで、まあ、パレス戦はじゃあスタートはこの人でっていうぐらいに、まあ、ちゃんと任せられるように、まあ、組織としてもレベルアップしていく必要がある、まあ、選手層というところですけれども、多分そのあたりでまだマクトミネは完全な信頼は得られてないはずなんですよ。まあ、フレジもそうだと、まあ、フレジはね、まあ、多少ながら得られてると思うけれども、まあ、ポジション的にはまあマクトミネがね、まあ、潰すっていう能力だと、まあ、フレジも潰せるけど、まあ、タイプ的にはマクトミネだと思うのよ。まだ若干、まあ、似てはないけどね、まあ、似てはないけど、まあ、潰すっていうところのその力強さ的なところを見たらやっぱりマクトミネの方が近いとは思うんで、まあ、同じタイプが2枚いてもまあ仕方ないのは分かるんだけれども、まあ、カゼミロを休ませられるぐらいの、まあ、安心感を与えてくれるように、まあ、彼も成長していってくれたらなっていうふうには思ってますかね。はい、ということで、まあ、以上になります。まあ、パレスからすると、まあ、内容が伴ってなかったけれども、最終的には、まあ、見事なフリーキック、オリスのフリーキックで、まあ、勝ち点1をもぎ取った。で、ユナイテッドからすると、まあ、追加点を奪って、もうゲームをある程度決め切った中で主力を休ませて、次節のアーセナル戦に向かいたかったっていうところだったんだけど、まだ組織としての荒さもまだ目立ってますし、チームとして、成長はしてるんだけれども、まだ完成形ではないなっていうところはたくさん見えた試合だったので、まあ痛い引き分けですけれども、ユナイテッドからすると、ですけれども、まあ、チャンピオンズリーグ圏内っていうのをね、まあ、まずはしっかりと確保して、来シーズン以降に、まあ、しっかりとした結果で内容も伴って、まあ、こういったチームに対しても、まあ、自戒しているようなチームに対してもしっかりとね、内容でも見せつけて結果でも見せつけられるような、チームになっていてほしいなと思ってます。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。